か。はい。ちょっとごめん、これ一回カットして、ごめん、ちょっと。ハロウィン直後の歌舞伎町東横、ゴミ拾いビンゴということで、今日は何月何日でしょうか。10月31日明けて11月1日早朝です。そうなんです、僕らですねハロウィン直後の始発の電車に乗って歌舞伎町は東横に来ております、はい、じゃあなぜ来てるかと言いますと、っていうかめちゃくちゃ騒がしいですねやっぱ、これ実はねテイク3なんですよね。なんでかっていうと、はい、イエーイっつって若者がいっぱい出てきたっていうところで、さすが歌舞伎町で、今からやることはですね、まあ僕らお互い分かってないんですけれども、ビンゴ9マスあるじゃないですか、はい、それぞれに落ちてそうなゴミを埋めていきます。で今から僕らゴミ拾いをするんですけれども、実際に拾ったものがマスが開く、そこでビンゴをしていくという形でございます。なるほど。まあ、実際ねビンゴ以外のゴミも拾っていく予定なんですけれども、はい、こうやって動画の企画にもなってさらに街も綺麗になっていくということで、ボランティア精神あふれた楽しい企画になっております、はい、どう歌舞伎町は東横来ましたけど、この地点でどんな感じですか、ゴミの様子。相当ゴミありますね。そうなんよね、はい、これ多分もしかしたらよ5分で終わるね下手したら。でもね逆に言うとゴミ回収の人たちも動き出したんですよ。そうですね。だからそれもそれで素晴らしいなと思うんですけれども、うん、なのでその人たちが回収する前に、ね、拾っていきたいと思います。であのゴミ袋も結構いろいろあるんですけれども、うん、ゴミ袋の中やゴミ袋の上に置いてあるやつはノーカウントにしていきたいと思います。路上に落ちているものが基本多く。そうですね。じゃあ早速ねちょっとお互いねビンゴ考えてきたんですよ、配置も含めて、はい、それをちょっと見ていこうと思います。はなくりこチャンネルということで、まずは黒田くんのビンゴから、教えてください。はい、左上の、1番は、はい、ファミチキの袋。うわありそう。ありそうだね、ファミチキ、ね、だって東横の目の前ってファミマだもんね。そうです。おー、あ続いては、2番目はサントリーの天然水のペットボトル。もう絶対あれがいた気がするもんね。そうですね。続いて、3番目は、タバコのアイコスのテリアのメンソールの箱です。いやーテリア、はい、はいはいはい、もう見たことあるわ。4番目は、モンスターエナジーのノーマルのやつですね。うわなるほど、緑ね、緑の、はい、はい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 、緑の缶のやつです。なるほどね、はい、そして続いて5番目、5番目は5番目ってね真ん中やからめちゃくちゃ大事なの分かってる、はい、分かってる。あ分かってるんだ。5番目はアサヒスーパードライの缶です。きたー、いやマジであると思ったわ。これは結構あると思って5番目にした。なるほどね、はい、そして6番目は6番目はあのチャミスルのマスカット味の瓶です。マジで俺も想像してそれ、チャミスルなんかよく見るもんね。そう分かるわ。それの味がマスカット味。うわなるほどね。そして、7番目が、ストロングゼロのグレープフルーツ味。なるほどなるほど、グレープフルーツなんだ。8番目は、ウコンの力の瓶、ボトル缶です。マジで熱いな。最後ですね、9番目は、じゃがりこのサラダ味。おお、こう攻めてきてない。ちょっとまあじゃがりこはありそうかな、うん、なるほどね、はい、なるほどなるほど。結構コンビニの売れ筋商品系で考えました。あなるほどね、はい、酔っ払いの中年男性とか入れなかったの。いや入れないですね。落ちてるというか寝てるというか。じゃあ次僕の発表いきたいと思います。じゃあ続いて僕の発表です。はい、1番が、うん、タバコのピースです。あーピース、うん、なるほど。そして、はい、2番が、うん、リポビタンデーです。あーありそう。リポデーね。リポビタンデーはマジで見るからね。3番目、うんうん、タバコのハイライトです、はい、あーなるほどハイライトね。 そして4番目が、うん、ストロングゼロの、はい、これ同じだよね、ダブルレモンです。あーレモンの方ね、はい、グレープフルーツではなかったってここ分かれたんだね。分かれそうね、うん、そして大事な真ん中5番ですよね、はい、5番が、はい、割り箸です。あ割り箸、あなるほどね。そうそうそう、そういうことか。割り箸抜け目じゃない。抜け目ですね。ねえ絶対あるよ割り箸。何かしら食べたら割り箸使いますもんね。そして6番目が、はい、ガリガリ君ホワイトサワーです。あー、はい、でも結構寒いからないじゃない。そうなんよ。マジここちょっと勝負した。あもうちょっと前ならガリガリ君めっちゃ落ちてる気がするんですけど。7番目がタバコの丸ボロです、はい、あータバコ多いね。続いて8番目、うん、
コカ・コーラです。あ、はい、ありそうありそう。そして最後9番目が、はい、タバコのラッキーストライクです、うん、タバコ絶対防衛ラインを作りまして四天王を置きました。なるほどなるほど。といった感じでございまして、ガンガン皆さんボランティアの方とか、はい、ゴミ拾われてる方多いので、うん、僕らもね早速ガンガン拾っていきたいと思います、はい、ではやっていきましょう。はだくりこチャンネル。はい、じゃあ早速用意しました、はい、では行きますか、うん、とすでにもうね画角的にブワーっとゴミが落ちてますし、はい、拾っていきたいと思います。まあもう関係なく拾っていきましょう。そうです。 あとちなみにこれ、はい、負けたを罰ゲームありますんで、いやこれ勝ちだよね。そうです。じゃあ行こう。じゃあ早々拾おうか。それ何？1個目のゴミ。ごめん、上島コーヒーのペットボトル。もう散歩でありましたね。あ、俺だ。ごめんごめん。ちなみにこれお家に持って帰りますよね。はい。じゃあ、ちょっと待って。あ、あれこれゴミ？ゴミから？あ、ゴミだ。え、ちょっと待って。早速。ちょっと待って。5で見つけたよ。え、ちょっと待って、これ、穴開きます。それ何ですか？サントリーの天然水です。ありましたよ。マジか。しかも、ほぼ残ってます、これ。ちょっと開けて、水ごぼーってこぼしてから、ゴミ袋入れようか。そうですね。くやくや、それ何が開いたの？ちなみに。はい、2番が開きました。おー、2番。おー、はい、いいね。真ん中上か。そうです。そう。しかもね、俺さ、1個発見しまして、はい、後ろ、はい、もう1個開きますよ。マジ？うん。そのままいっちゃいますよ。はい。それ何ですか、それ何、そのぐらい、せーの、ドン。チャミスル、ストロベリー味です。惜しい。あなた何味？マスカット味。うわー、マジか。惜しいな。そう。でもまあ、じゃあまあ拾いましょう、これは。燃えないゴミで。ちょ、トヨコを横切ようか。というかまあ自分たちの目的拾うだけでもいいんじゃない？なんでかっていうと、あまりに多すぎるよね。いやでも仮装の人意外と多いね。あ、ちょっとゴミの。ありますか？くるくん、はい、サントリー正解だね。ですよね。もうこの時点で10分ぐらい見てるわ。見てますね。ね。あ、ちょっと待って。ちょ、チャミスルあるわ。それ何味ですか？さてさて、それは何ですか？チャミスルマスカット味ありました。頭がない。オッケー、チャミスルオッケーです。はい、ではチャミスルを見てください。クヤクヤク、はい、それそれそれ拾ってくれ、はい、それ何ですか？タバコのラークです。ラークラークなかったよね。ラークはなかったです。うわマジか。まあまあまあ、ゴミ袋入れちゃいましょう、はい、ちなみにチャミスルのマスカット味は6番でした、うん。あ、6番。はい。1,2,3,4,5,6。あー、ってことはビンゴリーチではないと。リーチではない。ちょっと待って、あったあったあった。それは何ですか？チャミスルグレープフルーツ味。チャミスル多いね、やっぱ。チャミスル多いっすね。じゃ、とりあえず入れときましょうか。はい。おぉ何それ？これは。価格入れる？はい。じゃがりこのチーズ味です。惜しい。サラダ味予想でしたね。うわー、マジか。てか、あるんだね、じゃがりこ。やっぱじゃがりこありますよ。山だ。宝の山や。はい、チャミスルばっかや。チャミスルがすごいわ。ちょっと待って、俺さ、はい、カメラ回しててちょっと集中できる部分もあるな。はい、タバコの箱は見つけたわね。そうだね。レモンドーグね。あ、ちょっと待った。これはこれ何？これは、うん、サントリー生ビールです。あー、クラ君なんだっけ？スーパードライです。あ、スーパードライか。朝日だ。はい。ちょっと待って、あそこら辺。合いそうな感じするな、うん。そうだね。ちょっと待って、ゴミが多すぎてさ、ゴミが多すぎて、あちょっと待って、クラックお願いします。それ何ですか？ストロングゼロのダブルレモンです。ダブルレモンだ。広瀬くんのやつありました。よっしゃー、じゃあ早速捨てようか。はい、
ダブルレモン2個目です。ダブルダブルレモンじゃん。そうです、マジ最高、はい、ってことは黒田くんが今2番と6番です。黒田くんが2番と6番空いてて、はい、俺が4番、はい、4番です、ね、OK。 すごいな、やっぱね液体が残ってるんですよね。そう、それ何ですか。ストロングゼロダブルグレープフルーツです。あれ開きました。黒田くんのだよね、はい、おすげえ、やべえ、もう3つ拾ってるわ、うん、っていうかやばい、タバコ完全ミスってるわ。しかも紙タバコねえ、今紙タバコなかなか吸わないんじゃないですかね。ええ、ちょっと待って待って待って、何番と何番空いてる。26空いてます。え、じゃあリーチやん。リーチですね。そう、だってしかも真ん中が開きやすい5が。そうです。5なんだっけ、あと5は朝日スーパードライです。ちょっと待って、開始5分もしてるうちにリーチですよ。はい、ちょっと待って、それ何ですか黒田さん、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、あの今から連続で開くんですけど、それは何ですか黒田さん。朝日スーパードライビンゴ完成マジか。これさ、はい、俺らが思ってるよりもゴミ多いね。多いっす。ゴミ拾いビンゴ in 歌舞伎町東横、はい、カメラ回して5分もしないうちに東横を横切るだけでビンゴ開きました。やったね。うわーマジか、結構ストレートで開いたね。ストレートで開いてます。すごいわ。今回ね、うん、企画の方はね、はい、終わりということで、もう分かりました、はい、僕の負けです、うん、はい、負けということで、こういうので初めて勝ったかもしれない。本当だよね、うん、いやなんかさ、もう入れ食い状態だから、もう訳が分かってないまま終わったんやけど。そうでもね、うん、俺このままね1時間ぐらいさ、そう、ゴミ拾い続けません。清掃しました。さすがにちょっとゴミ拾いしに来て早すぎるから、はい、ちょっと今から1時間ぐらい、普通にゴミ拾っていきたいと思います。なので、はい、ちょっと待って、下手したらさ、全部穴開けにせん。そうね。うん。ちょっと全部穴開けも目標にやっていきたいと思います。はい。はい、あの、チャミスルマスカットと朝日スーパードライあります、ね。マジやん。はい、拾いましょう。はい、スーパードライ。チャミスルのマスカット。はい。これもう、チャミスルマスカット3本目。そうです。すごいね、ストロングゼロあるわ。ちょっと待って、めっちゃストロングあるゼロあるわ。1,2,3,4,4 本あるね、ストロングゼロ、はい、東横ってやっぱ代名詞ストロングゼロじゃん、はい、やっぱストロングゼロめっちゃあるんだね。あります。すごいな。お、それ何クレさん、それ何ですか。アイコステリアのメンソールです。出た、開きました。開いた。マジか、すごくない、はい、ゴミ収集のさ、はい、ビンゴ、ここ才能あるんじゃね。ありますね。いらん才能やなやりました。テリアメンソール3番が開きました。あれ ?2,3,5,6,7 です。2,3,5,6,7 ね。はい。斜めラインは開いてるってこと？あとは、3,6,5,7 開いてるってことね。3,5,7 開いてるから、2列目達成ですね。ほんと？斜め。うん、ともう一つは？もう一つは、いや、実は開いてなかった今まで。勘違いしちゃったじゃん。今3が開いたもんね。3が開いてる。ちょっと待って、開いてなかったんじゃないの？開いてなかった。ごめんなさい、今開きました。でも今開きましたね、これ。今開きました。さっきめちゃくちゃ感謝してたんで、はい、まあこれね、テロップ演習でね、アホな裸結構が乗ってると思うんですけども、すみません。今ね、ビンゴ達成ということで、なんかチャミスル多いな。視界に今10本ぐらいあるよ、チャミスル。そちらは何ですか。モンスターのゼロタイプのやつ。あ、青だ。惜しい。王道緑が欲しかったんです、ね、王道緑です。なるほどね、惜しい惜しい惜しい。じゃあまあ捨てましょう、はい、もうちょっとやっぱね、同じもの多いね、うん、チャミスルと、うん、ストロングゼロ、はい、とかめっちゃ多いね、はい、叫ばれてしまう。いやでもさ、なんかいいよねゴミ拾いって、っていうかちょっと追いつかんもんこれ、うん、うわーすごいな。ちょっとね、追いつかないんですよ。あのね、ゴミは拾うんですけど、はい、ちょっと全部拾ってたら僕らが持ってるゴミ袋じゃ間に合わないので、あの拾ってることに変わりないからね。そうです。それ何ですか。
モンスターのノーマルバージョンありました。ぺしゃんこバージョン。はい。おということで穴開きますね。開いてます。開きます。それはじゃあ、はい、ゴミ袋に入れつつ、いやすごいな。クラケマジ才能あるよそれ。ありがとう。何の才能？えぐいえぐいえぐい。これ。じゃあでもこれパッ。これちょっとさすがに間に合わんけど、ビンゴ開きます。何がありましたか？コカコーラありました。オッケー、俺だ。久々来ましたけど、なんか開きました。ちょっと待って、これこれこれ、おーそれおーってやつ何？いや、お驚きすぎてですね。それ何ですか？これはファミチキ袋です。うわ、もうゴミビンゴ天才よこいつ。ありがとうございます。いやー、えぐいっすね、ゴミ、はい。想像以上にない？そうですね。いや、思ってたけど、うん。あと、お前の才能すごいわ。ありがとうございます。だから、あと、何と何？ってか、新宿のカラスでか。でかいね。超でかくない？やっぱ餌が豊富なんですよ。ウコンの力。あ、そっか。ウコンの力と、じゃがりこサラダ味ですね。じゃがりこサラダ、やっぱ。鬼門だよ。じゃがりこサラダちょっとひねってるかも、うん、てかこれ割り箸がほんとなんでないのか。割り箸ない、うん、あ、そもそも割り箸を使って食べるものを食べないんじゃん、うん、いや俺トー横で弁当食ってるんじゃないか若者はって思うよ。なんかそういう映像見たことあるもん。弁当よりやっぱりその、要するにブリトーとか、例えば。それ若者さんを限定しすぎやろ。でもさっきのその、要するにファミチキみたいな、うん、ホットスナック系を食べんじゃない？いや、わかるよ。わかるけど、弁当も食うって若者は。なんで若者を弁当食わないんだよ。手が汚れるとか、まぁちょっと手間かかるもんね、わし。そうそう。まぁまぁ、でもでもでも。どういうことそれ、捨てるやろ、この勢いやったら。あ、ちょっと待って。それ何ですか？メビウスです。メビウスかい。メビウス入れてないよね。メビウスはもう入れてる。あ、ちょっと待って、あったあったあった。ちょ、それ何？キースです。あ、これあった、はい、やったぜ。うわ、全然ビンゴではないね。7の丸ボロを開けばビンゴになる。うわ、なるほどね、はい、じゃあ行きたいと思います、はい、あ、なんかちょっとね、東横過ぎてきたらタバコ出てきたんで、意外とやっぱ未成年の人が東横に集まって、大人の人はそこから出るんじゃない？ああ、なるほど。そう。車危ない。それは何？ファミチキの袋です。二つ目。二つ目。はい。じゃあ、ゴミ捨てみましょう。はい。ファミチキの袋四つ。四つ。四つあるわ、ファミチキの袋。はい、三つ目。そして、四つ目です、ね。四つ目ね。ということで、そちら何ですか？マルボロアイスメガブラストです。あ、ちょっと待って。アイスメガブラストは俺、そんな限定してないわ。してない。王道マルボロで。あの、赤いやつ。そう。ああ、じゃあ違う。うわー、マジか。まあまあまあ、してましょう。はい、ちょっと待って、またファミチキあるわ。あれ？あれファミチキだよね。まあね、ちょっと僕カメラ回したんで拾えないんですけどね。ファミチキ拾います。ということで、はい、ドンキホーテ前行きましたけれども、はい、あとは黒田くんが、じゃがりこサラダ味とウコンの力です。そうね。もうこの二つを見つける旅にしましょうか。はい。はい。ゼロ。どうしよう。おめえらがゴミを掃除するから俺の仕事がなくなるやろ。あ、すみません。今の人あれだよ。何？ヘズマリュウさん。あ、マジか。うん、ヘズマリュウさん。僕らの芸人やっておりまして。芸人？はい。あの、せー裸月光と申します。よろしくお願いします。はい、何されてる？今ですね、はい、ゴミを拾って、はい、自分たちで考えたビンゴを開けるっていう、ゴミ拾いビンゴしてます。ゴミのビンゴ？ゴミの商品名でビンゴを作る。ビンゴですね。あ、そうなんや。はい。今これ拾ってくれてたんです。そうです。はい、拾ってます。何時から掃除してます？あ、でも僕5時半とかです。あ、5時半なんかゴミどうでした？やばかった？あ、やばいっす、あっちの方。いいよ。はい。やいな。なるほど。今これ動画撮ってる感じなんです、はい。あ、そうです、YouTube です。うわ、なんか一発ギャグありますよ。なんか一発ギャグですか？やってやって。一発ギャグっすか？やっちゃって。芸人なの？芸人なの？ゴミ大好き。じゃあ、ありがとうございます。あ、すいません。絶対良くないやつだ。おで。あ、はい、あった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 。ハイライトありました。オッケー、俺開いた。開きました。
よっしゃ。ここなんかまた一個松屋の前、はい、ゴミいっぱいあるね。めちゃくちゃあります、ね。見てみましょう。なんだ。なんかお菓子系多くない？じゃがりこチャンスじゃない？じゃがりこあんかも。ああ、じゃがりこあんけど。何？ジャガバター。ああ、ジャガバターだ。ああ、ちょっと。なんかそれは何ですか？探してた。ウコンの力。来ました。すげえすげえ。残り1ですわ。残り1です。9番です。あと9番のジャガリコサラダ味のみ。えぐ。俺ちょっとじゃがりこ探しつつゴミ拾っていこうと思うんですけれども、はいはい、まあ基本もうあとじゃがりこでゴールになりますね。東方シネマズの右側ですね。あ、これあのアイラブ歌舞伎町だ。はいはい、ありそうだな。そうなんですよ。うん。ちょっと何ですか？あ、ちょっと何ですかそれは？リポビタンデー。やったぜー。あれこれ開いてなかったっけ？開いてない。オッケーオッケー。リポビタン D は2番です。リポビタン D じゃなくて D っていうタイプね。D、D、どっち？ 2 番。あ、ってことはビンゴじゃない俺。ちょっと待って、あったあったあった、ありました、クロワさん。クロワさん、クロワさん、クロワさん、それは何ですか？これは、割り箸です。オッケー、割り箸だった、はい、割り箸ゴミ捨てましょう。おっしゃ、はい。でも、こうなってくるとよ。はい。なんでこれかじゃがりこ選んだってなってくるよ、なんか。そうだな。こんなにないと思う。逆になんか、うん、なんでそこだけ抜けてたんっていう感じですけれども。ちょっとやっぱ子供たちがいる、若者がいる東横行きましょう。はい。ちょ、じゃああれなんですか？車気をつけて、車気をつけて。これ何ですか？窓ほどです。よっしゃ、これは開きましたね。はい、オッケー。俺も結構熱くなってきたよ。はい、開いてます。ってことは俺はガリガリ君ホワイトサワーと、はい、ラッキーストライク。ラッキーストライク。はい、うわぁ、ラッキーストライクか。よし、僕も残り2つになりました。ということで、東横の方にね、はい、もう一回回ってきたんですよね。はい、まあ、およそ1時間ぐらい。そうです。ゴミ拾ってきて東横の方に戻ってきましたけれども、はい、まあ、なぜ東横行ってるかというと、じゃがりこ、まあ、お子さんが食べるお菓子だから、はい、まあ、若者が集まる東横にじゃがりこあるんじゃないかということで、はい、東横に戻ってきました。チーズ味と別の味もあったんで、サラダ味だけそうなんよ、ね、ないんですよ、ね、王道なはずなんやけど、ね、王道ですよ。あ、いらっしゃるわ、ケズマさん。まあ、というか、東横が綺麗になってるね、さっきに比べて。やっぱすごいね、ボランティアの方。業者の方も頑張ってます。そうね。ないなぁ。そういうですね。ヘズマさんね。ヘズマさんたちと同じこと考えてる。そう。ある？ないね。もう、ここら辺は綺麗になりつつあるな。ないか。東横めっちゃ綺麗になってるね。うん。ないね、じゃがりこ。いやー、ここに来て、やっぱ、狙って拾うっていうのも大変になってきて。あ、でもここまで開くとは思わなかった。そうね。うん、まあ、最初がもう即愛だもんね。はい。うん。はい、ということで、はい、ゴミ拾いビンゴ。もうずーっとゴミ拾ってたんですよね。はい。じゃがりこサラダ、見つかりませんでした。そうですね。そして僕が丸ボロとガリガリ君ホワイト様は見つかりませんでした。はい。はい、ということで、はい、何があるんですかそれ。じゃがりこ買いました。はい。もうこれね、自分たちで食べて、自分たちの袋に捨てようかなと思いますんで、はい、ちょっと祝杯あげますか。そうですね。ゴミ拾いの後のじゃがりこ。めちゃくちゃうまいわ。うまいね。うまいね。うん。ということで、食べたじゃがりこサラダ味をゴミ袋に捨てて終わりにしたいと思います。はい、でもね、これを見てる皆さんはポイ捨てなしできちんと捨てましょうね。そうですね。ということで、ハロウィン直後ゴミ拾いビンゴ、僕が負けました。皆さんプレゼントお待ちください。はい、じゃあね。初めてパーフェクト勝ちしました。才能あるわ。